どうも、エクスプレスです。めでたく、同一編成が進化を遂げました。その内容は皆さんお気づきの通りぐらいピクンヘの本能実装です。解放した本能は属性古代種と呪い無効。今回はこれを機にこの編成についていろいろ解説していきます。後半に報告もあるので最後まで見ていってください。始まりは2020年2月にした新レジェ同一編成。当時の最後である腹綿の資料室まで無事クリアできました。ただ改めて見たら黒ダルいらないよねってなって、こうなりました。ただ等43回で積んで、初号機が追加されました。次にデッカーバで積んで、スライムアウト、黒キャスインと現在の形になりました。この編成の業績は新旧レジェ、等1から50回、全降臨、全渦、デッカーバ、超極蹴りなど、次はこの編成の今後について、ここからはグライティがレジェ分をボコしながらお送りします。まず皆さんはこう思っているかもしれません。いろいろと無駄がありそうじゃね、と。まあ確かに抜けそうなキャラがいそうですが、まずは絶対に抜けないキャラから、1体目、ニャンマ、普通に様々なステージで必須。2体目、サナダ、アタッカーとしても亡命前夜などの特殊系のステージ用としても必須。3体目、カメラ、クリティカルと量産アタッカーとして必須。4体目、クロキャス、圧倒的劣化火力。この4体が変わることはまずありません。次、他に互換できそうなキャラ、壁2枚はキョンシーなどの優秀な量産壁と互換性があります。そして初号機はアマテラス、チビアルといったバリブレゾンキラを合わせ持つキャラと、これらのキャラはそのまま抜くことは厳しそうです。残ったのはカサギゾウとグライテ。まずは彼らのこの編成においての立ち位置について、カサギゾウは天使、黒にはもちろん、他属性にも使える量産アタッカー。グライテは今後、大ゾンビとして、これだけ聞くとグライテ抜けそうじゃねとなってしまいます。これを解説するためにこの編成の強み、弱みを説明。まず強み、2種の量産アタッカーとニャンマ、サナダ、そしてクロキャスによる圧倒的火力、そして研究力カメラもいるため壁にも特に問題はなさそうです。逆に弱み、これは妨害力のなさ。この編成の妨害役はグライテ、クロキャス、クロノスの3体。グライテはゾンビと古代のみ、クロキャスは呪いなので全く意味のない相手もいます。そうなると妨害はクロノスのみとなってしまいます。妨害が大切となる場面といえばやはり渦との戦い。その中でも特にきついのは等34回、38回、42回。これらの戦いは34回はニャンマでウルルンをしばきぐらいとクロノスで妨害してニャンマとカメラで殴り渦を倒す。38回、42回はどちらも基本的にはカメラでの殴り合いを主軸とした戦い。このように妨害の薄さはカメラのパワーでカバーしています。38回は運が良ければ大丈夫かもしれませんが特に42回は研究力コンボが必須です。よってグライテを抜くことは厳しい。次にカサギゾウ、天使と黒には強ダメで優秀な量産型のアタッカーです。前提としてこの編成はコラボステージの制覇を目標としていません。だからエアノーボスやワルプルギス対策は別にしません。そのためカサギゾウ派パフェに変えたいと思います。カサギゾウがパフェより優れている点は黒天使への火力と移動速度。逆にその他の属性や耐久性、射程、攻撃発生はパフェに軍配が上がります。ちなみにカサギゾウが活躍していた一部ステージはパフェでもいけました。最後にクロノスについて、妨害力などの観点で見れば白身玉の方が優秀です。そしてクロノスは呪い耐性があるのも強みですが古代はグライテでいけるようになりましたし、ただ見玉に変えることはありません。自分は様子で動画投稿をしています。こんな感じの汎用編成みたいなのは自分以外にも多くの人がしています。そのため見玉を使ってしまうと自分らしさが出なくなってしまうのでなしです。いろいろ言いましたがまとめるとカサギゾウがパフェに変わるということ。ぶっちゃけこれもボツ固定化対策なんですけどね。以上です。